残念だったな、シンジとレイナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。明美？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかしそんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？あ、ああ、まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。そうだ、神明という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。神明に会えば早く手に入るかもな。最近の不良はいろんな格好のやつがいるな。ああ、カラーギャングにチーマー、不良も派閥争いしてて服装もそれぞれで違うんだ。短乱派と長乱派みたいなもんか。全然ちげえや。つーか、例えが古いぞ。伊達さんはどっち派だったんだ。バカ、お前そりゃ俺はブレザーだ。伊達さんは行かないのか。ああ、俺は本庁から呼び出しがかかっててな。まあ懲戒免職の事例だろう。いいのか伊達さん。気にするな、こっちから手帳投げ返してやるつもりだ。桃源郷の会員証を手に入れるまで遥はここで預かっててやる。手に入れたらここに来てくれ。あまり無茶すんなよ。神明は社員とかいうキャバクラで働いているはずだ。行ってみるといいかもな。キリュウよ、ちょっと話があるんだが。なんだ。東京湾で上がった死体、あれについて調べてたらいろいろと面白いことが分かってな。死んだ女はチャンピオン街のパレスって店でママやってたみてえだ。しかも水木って名前だそうだ。もしかすると本物の水木と何か関係があるかもしれねえ。行ってみるのもありだな。パレス、どこかで聞いたような名だな。返してくれるんですか。当たり前だろ、返すに決まってんじゃねえか。いつぐらいに返済して。いいからさっさと財布よこせ。いつまでゴタゴタ言ってんじゃねえよ、ほら。
ああ、どうも、アリサです。よろしく。今日はどこかで飲んできたの？いや。そうなの？お仕事帰り？あ、水割りでいいよね。ああ、ちょっと聞きたいことがあるんだが。ん？何？水木って女知ってるか？ああ、ママのことね。何か知ってるのか？ええ、教えてあげてもいいけど、一杯もらっていい？仕方ねえな。ありがとう。お願いします。で、どうなんだ？実はね、この前ヤクザみたいな人たちが大勢でこの店に来たんだけど、来るや否や、水木ってやつはドイツだって大声で叫んでさ。それで水木ママ、お客様がいる前で無理やり服を脱がされちゃって、左胸の入れ墨見たヤクザたちがこいつだって言って、そのまま連れて行かれちゃったの。それっきり。そうか。ママが何したのかわかんないけど、あれはここのオーナーが原因なのよ。どういう意味だ？それはね、ねえ、もう一杯もらっていい？てめえ、もう飲んだのか。仕方ねえ。ありがとう。お願いします。お兄さん、アレスってお店知ってる？アレス？そうそう、どこにあるかわかんないんだけど、かなり有名なお店らしくて、オーナーがその噂聞きつけたみたいでさ。実はね、ここだけの話なんだけど、ここ完全にアレスってお店をパクってるのよ。かなり笑えない？何？アレスを探しに来る客が本当多くてさ、その客騙してうちに呼び込んでるの。うちのママが水木っていうのも、確かアレスのママが水木って名前だからよ。そういうことだったのか。でもおめえ、そんなこと言って大丈夫なのか？いいのよ、どうせこの店今日で辞めるし。アリサ、てめえ何をベラベラほざいてるんだ？本当のこと言っただけじゃない。こんな詐欺みたいなことやってるからママどっか行っちゃったんでしょ？それは。お前がここのオーナーか？あ、はい、すいませんね、アリサのやつがわけのわからないこと喋って。こんな商売やめとけ。他人を語ってやるもんじゃねえ。ああ、お客さん、そいつはどういう意味です？悪いことは言わねえ。あの水木って女の二の舞になるだけだぞ。な、何？水木について何か知ってやがるな。
おい、表に出ろや。の話どういう意味だ。水木について知ってるのか。お前の言う水木って女殺されたぞ。え、なんだって。入れ墨まで真似る丁寧ぶりに連れ去った組の連中は最後まで本物の水木だと信じてたようだ。連れ去られた本人は全く身に覚えねえのにな。哀れな話だ。さく、俺が入れ墨入れさせたばっかりにこんなことになっちまうなんて。神明はいるか。ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは、私神明って言います。指名してくれてありがとう。ああ、俺は桐生だ。お飲み物は何になさいます？神明、いきなりですまないが。はい、何でしょう。桃源郷の会員証持ってないか。あなた、なんでそれを。ちょっと会わなきゃならない奴がいるんだ。だがもう時間がない。そうですか。でも私からのお願い受けてくれたらお渡しします。なんだ。私本当は密入国者なんです。それでこの前警察に捕まりそうになって、このままじゃ絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか。はい、父が日本で作った愛人の子です。訳あって今は私と一緒に暮らしているんです。そうなのか。じゃあ一人でその弟。桐生さん、人弁士って知ってます？人弁士？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人。偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいるコピー野郎とは違うのか。はい、その人がすごいのは裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。大したもんだな。私ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。桐生さん、お願い、人弁士に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに人弁士にお願いしに行ってくれないでしょうか。いいだろう。俺もそいつに興味がある。ありがとうございます。
と私嬉しい。で、そいつはどこにいるんだ。七福通りのジュエルってお店へ行ってください。そこの彩香ちゃんが窓口しているみたいです。わかった。彩香はいるか。いらっしゃいませ。お客様、彩香さんですね。彩香さん、ご指名入りました。こんばんは、彩香です。ご指名ありがとう。今日はどっかで飲んできたの？いや、今日はちょっと聞きたいことがあって来たんだが、人弁師ってやつ知らないか？え？何それ？社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。あ、それ新しいお笑い芸人おめえ本当に知らねえのか？あ、わかった。新しい詐欺師でしょ。違う？もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいかしら？邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの？お兄さん、これからが楽しみなのに。お客さん、もうお帰り？ああ、勘定を頼む。彩香が何か失礼でも？いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。すまんな。またいらしてくださいね。ここか。ああ、あのオカマ野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁師って野郎はどこにいる？ようやく本性を表しやがったか。第三公園がいつもの取引場所だ。おそらくそこに逃げ込んだな。あいつら切り刻んでやる。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポート横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いがお前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待って、こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか。ぶっ殺すぞ。
助かったわ。あなた、任弁士に頼み事があって来たんでしょ？ああ。本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。神明に偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。分かったわ。ママ、お願いしていいよね？て、まさか。その通りよ。さっきのお店で待ってます。はい、これがお望みの品よ。これを神明に届けてあげて。桐生さん、あなたのことは知ってます。風間さん、撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね。記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ、私たちはこれで。桐生さん。ほらよ。ありがとう、ありがとう。これで弟と一緒に暮らせる。じゃあ桃源郷の会員証を渡してもらおうか。どうした？ごめんなさい桐生さん、実はある人に譲ってしまったんです。何？騙すつもりはなかったんです。本当です、信じてください。誰だ、譲った相手ってのは？水野さんって人です。昔少しだけ一緒に暮らしたことがあるんです。いつも優しくしてくれる俺に桃源郷の会員証を譲ったんです。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。彼は七福通りにある MEP という案内所にいると思います。
これはお詫びです。何かの役に立ててください。では私はこれで。ありがとう、キリュウさん。この街の夜なら私にお任せください。いろいろご案内しますよ。お前、水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。ん？神明？なんであなたが神明を？ちょっとわけがあってな。桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですが、お譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。仕方ないですね。何かお困りのように見えますので。わかりました、30万円でお譲りしましょう。私と神明の出会いのきっかけとなった品です。どうぞ大切にしてください。はあ、あ、今度また神明に会ったら。いえ、何でもないです。気にしないでください。では。
ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。分かった、遥行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。勉強に行くだけなのに大変なんだね。この町はややこしい事情が絡み合ってるからな。しかし桃源郷とはよく名付けたもんだ。どういうこと？桃源郷っていうのは簡単にたどり着けない楽園の名前だ。そうなんだ。でも楽園なら風間さんって人もきっと無事だよ。ああそうだな。だったんだよね。はあ、シンジさんが死んだこと知ったらきっと悲しむね。はあ、誰か口から告げるしかないんだ。他のやつから伝わるより俺から伝えてやりたい。シンジは最後まで男を貫き通したってな。なんだありゃ。テレビの撮影か何か？おい、飛び降り自殺する気じゃないか？おい、秋元！バカな真似するんじゃねえぞ！今、警察呼んだから、そこを動くな！水木ちゃん、ごめんね！
おい、バカなことするんじゃねえ。誰だよお前ら。そんなことしても誰も喜ばないよ。邪魔しないでくれ。そこから近づくと飛び降りてやるからな。何があったか話してみろ。何があったか言ってごらん。悩みってのは一人で抱えるよりも誰かに話した方がいい場合もあるんだぜ。水木ちゃんに貢いでたら借金がとんでもない額になったんだ。だから生命保険で返済するしかないんだよ。水木って誰だ。マックスボンバーって店のナンバーワンキャバ嬢、水木ちゃんだ。マックスボンバー、はるか知ってるか。聞いたことない。スタイルは抜群で性格のいい、それでいて親思いの心優しい子なんだ。あの子のためだったら俺は何だってできる。そいつには連絡したのか。水木ちゃん、今親父が心臓病で入院してるんだ。仕事が終わると病院に直行して毎日看病してる。だからお店以外では連絡しないって約束なんだ。どれだけ貢いだんだ。カバンや洋服、宝石、あの子が欲しいと思ったものは全てだ。プレゼントしたのは全部大切に家に飾るって。分かっただろう、水木ちゃんの素晴らしさを。もうこれ以上は時間の無駄だ。飛び降りるぞ。おい、ちょっと待て。秋元くん。みずきちゃん来てくれたんだ。ごめんね、みずきちゃん借金返せなくなってさ。みずきちゃんに迷惑かけたくないと思って。私を置いて死んじゃうの。秋元くんは私にとって命よりも大切な人なのよ。忘れたの。みずきちゃん、だから死ぬなんて言わないで。そんなクリスマス迎えたくないよ。みずきちゃん、俺間違ってたよ。秋元くん、分かってくれてありがとう。みずきちゃん素敵だよ。私プレゼントは限定のダイヤモンドリングが欲しいな。わかった、今から買いに行こう。じゃあプレゼント買った後同伴してくれる？うん、もちろんだよ。どうやら人違いだったようだな。あるか、行くぞ。ここか、桃源郷。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。あの、お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない、いいよな。かしこまりました。
ごく広いところだね。ああ、ここなら風間のおやっさんもかくまえる。真珠のやつよく考えたもんだ。明美さんのお部屋どこだろう。行こう。おじさん、手分けして探そうか。いや、お前が一人でうろうろしてたら客も驚いちまう。はぐれないようについてこい。分かった。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。明美です。桐生だ。真珠から聞いてないか。桐生？あなたが？ああ。それじゃあ、しんちゃんはもう。そう。最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当に真珠の知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせろや。No!
探したで。マジマの兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああよしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね、うん。嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで、ほれここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。
いたすみ。ついね、お前が。あの女がアケミか。辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。大見連合の寺田って男がかくまっているらしい。大見連合だと。なんで奴らが風間を。わからんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれて、お前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、桐生。芝浦に。ああ。大見連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺に言ってくれ。芝浦に行く準備はできたのか。そうか、気をつけていけよ。